皆さんこんにちは。本日のご紹介はマックスインより新しい製品が販売となっておりますので、そちらのレビューをさせていただきたいと思います。今回のこちらの製品はバンド式タイプとしては初となります。バッコー最新進化モデルということで、リアカメラ 60fps の滑らかな動きを実現しました 11.26 インチの超ワイド IP 液晶搭載デジタルミラードライブレコーダー MDR-G014B、 こちらのご紹介を本日はいたします。で、こちらのドライブレコーダーは何と言いましてもゴムバンドタイプで、リアカメラ 60fps、 またモニター自体も従来のものに対して高輝度液晶ということで、ハイエンドモデルにも反映されている機能が搭載されているというところが大きなセールスポイントとなっておりますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただければと思います。まずこちらのスペックについて簡単にご紹介をしていこうと思うんですけれども、こちらまずフロント側の映像なんですけれども、こちらこれ外壁になっていてちょっと申し訳ないんですけれども、フロントが 1920×1080p HDR 補正もちろんついておりまして、フレームレートは 27.5fps となっております。こちら後ろになりますが、ギアは 1920×1080p HDR 補正付きで、フレームレートが 60fps となっております。で、まずこちらの筐体なんですけれども、今回の特徴は何と言いましても、こちら USB-C のみのケーブルでまとめられた設計になっているっていうのが大きなポイントになっております。なのでこのケーブル、こういったゴムバンドタイプのドライブレコーダーですとケーブルでごちゃごちゃしているような状況ではあったんですけれども、スマートに使えるというところもセールスポイントの一つになってくるかと思います。またマックスインのゴムバンド式のドライブレコーダーとしては珍しくて、こちら SD カード 32GB のものが今回付属されておりますので、買ったそのままの状態からドライブレコーダーとして使用することが可能となっております。下に行きますと、下は物理ボタンのみとなっておるんですけれども、モニターのオンオフの切り替えができるようになっておりまして、普通のミラーとして使用することももちろん可能となっております。で、さらにこちらの方の詳細仕様を見ていこうと思うんですけれども、インターフェースになるんですが、なぞっていただきますと、リア画面、フロントの画面、さらになぞっていただきますと、フロント、リア画面と前、後ろということで表示の切り替えができるようになっております。また時間や曜日、日付等も表示されるようになっております。最近のドライブレコーダーのトレンドなんですけれども、距離感非常に気にしてらっしゃる方が多くて、このズーム機能っていうのがついております。で、こちらの G014 に関してもズーム機能っていうのがついておりまして、これ今最大にしてあるんですけれども、標準の状態がこの状態、アクは今見えておりますが、これを5倍まで上げてあげることによって後ろのエスティマが見えなくなります。で、こちらのアクアに関してはテールが見えなくなっているといった状況になっておりまして、こういった形で設定ができます。距離感の設定をしたものに関しては切り替えができるようになっておりまして、こちらです。このようにタップしていただきますと、標準の状態と ×5 の状態で切り替えをすることができます。なので必要に応じてこの距離感合わせる必要があるといった場合には、画面上で簡単に切り替えができるというところがすごく使いやすいところかなと思います。また簡単に機能について見ていこうと思うんですけれども、全部で18項目の機能設定ができるようになっています。ズーム機能はご紹介しました。で、音声録音に関してのオンオフ、表像設定、フロントリアともに
設定ができるようになっております。ループ録画1分、2分、3分。GPS 情報。こちらに関しては、オプションになりますので、今これ使っているレビューの製品にはついてないんですけれども、GPS アンテナをつけることによって、スピード表示等や時刻も自動的に合わせてくれるようになります。起動音、オンオフ、駐車監視。こちらはオフ、低、中、高となってるんですけど、今回はシガーライターソケットのみを使っているので、まあ、こちらレビューはできないんですけれども、駐車監視ができるようになっているようです。で、液晶のオフ1分、3分と設定ができます。起動時の画面表示。フロントカメラ、リアカメラ、リアフロント、フロントリアと4通りの設定ができます。時間表示形式、12時間形式か24時間形式選べます。時間表示設定、オン、オフ。日時の設定。まあ、GPS を使えば、特にこの辺はいじる必要ないんですけれども、標準の状態でしたら設定する必要があるということになります。タイムラプスについても、駐車監視ケーブルがないと使えないと思うんですけれども、オフ、それから12時間まで設定ができるようになっているようです。言語、音量、操作音、それから SD のフォーマット、設定の初期化ということで、計18個の設定項目を持っているということになっております。また、バック連動にももちろん対応しておりまして、左前方です。ガイドラインももちろん、設定ができるようになっておりまして、でバックの時はデフォルトの状態で広角モードになりますので周囲の状況がつかみやすくなるようになっています。前方です。また最後に収録動画ももちろん見れるようになっておりまして、こちらになぞっていただきますとこのように展開されるようになっておりまして、フロント側とリア側と見れるようになっております。こちらがリア側になります。ショーを使用するためにはこちらのオプションの黄色、青、黒のこのような形で音声ももちろん収録することが可能となっております。またこちらを押していただいて、もう一度このように全画面で表示するということももちろん可能となっております。でまた常時イベント静止が戻る、ほぼ保護解除削除すべて削除ということで設定の方ができるようになっております。ここからはこの G014 のスマートミラーの見え方ということでご紹介をしていこうと思います。今回私の動画では、この MDR の A001B との比較を行います。また、ラブンブログの方でも、レビューの方を行っております。そちらは A002A と比較をしておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただければと思います。で、比較のポイントに関しては7項目、ラブンブログと同じような形式で行っていきたいなと思います。画面の明るさ、反射のしにくさということになります。まず、こちらも、輝度の調整がここでできるんですけれども、これが一番輝度が低い状態。で、こちらにしますと、輝度が明るい状態となっております。輝度自体の値は、正式には公表はされていないんですが、参考までに、こちらの A001 なんですけれども、800から900カンデラと言われております。また、映像自体が非常に明るくなっているということで A002 が1200カンデラなんですが1200カンデラ以上の明るさを持っているというのもこの A001 の特徴になります。それはなぜかと言いますと少し話が脱線するんですが、これ後ろのフレームレートが 25fps ということで結構荒いです。でそれに対して A002 は 60fps、 こちらも 60fps なんですけれども、どうしてもフレームレートを上げてしまうとシャッター速度が上がってしまいますので、カメラのレンズに入り込む光源というのが不足してしまいます。その分映像が暗くなってしまって
このモニター自体の輝度は明るいんだけれども映像が暗いということで A001 と A002 で比較をすると A001 のが明るい場合があるよという話をしているんですけれども、これも同じことが言えまして、シャッター速度が高まっていて光が入りカメラに光が入りにくいということから、モニターの輝度自体は上がってるんですけれども、やはり映像が少し暗くなっているよということで不利な部分というのがあるということなんですけれども、それに対してモニターの輝度自体は上げている仕様のものということになっておりますので、カメラ自体の映像自体の暗さというのが少し出ているかなと思います。ですが従来のゴムバンドタイプのデジタルミラードライブレコーダーと比較をすると、昼間でもかなりくっきりと見えている方なんではないかなということが皆様にお伝えできるんではないかなと思います。また反射のしにくさというところで今ちょっと手を当ててみようと思うんですけれども、この映像自体が暗いと結構反射がしやすくて、鏡に映っている被写体とこの映像の被写体とが混じり合って何が映っているのかよくわからないっていうような状態ではあるんですけれども、その辺は2社ともに結構少なくなっているのがお分かりいただけるんではないかなと思います。この動画が面白かったらグッドボタンを押してください。チャンネル登録もお待ちしてます。また今運転しているような状況で西日が当たって逆光になるような状態になってるんですけれども、こう周りの明るさに負けてデジタルミラーの映像が見えにくくなっているかというと、両者ともにその辺は非常に少なくなっているのがお分かりいただけるかなと思います。この G014 も意外と夕方西日が照ってる状態走行してみると画面の輝度が非常に高くなっているせいか、映像自体が少し暗く感じている部分っていうのがあったんですけれども、画面自体はしっかりと見えているということが皆様にお伝えできるかと思います。もちろん A001 も映像自体も非常に明るいので、モニターの輝度との相乗効果によってより一層明るく見えるんですけれども、G014 も非常に健闘しているということが皆様にお伝えできるのではないかなと思います。またこういう状況下になりますと当然日が当たってデジタルミラー自体にも映り込みっていうのが発生しやすくなるかとは思うんですけれども、その辺もあまり気にならなくて映像自体もしっかりと見えます。なので後方視界もしっかりと確保できているということがお伝えできるかなと思います。こちらの G014 のハイライトは何と言いましても映像の滑らかさ、高フレームレートということになります。もう一度ご紹介すると G014 は 60fps、 下の A001 は 25fps ということになっておりまして、私の肉眼で見る限りではやはり G014 が非常に滑らかな動きをしているのがよくわかりますし、A001 は非常にカクカクしている 25fps ということなので割と粗めになっているなというところがよく映像からも見えてくるところかなと思います。ちなみにブログでは A00 に同じ 60fps のもので比較をしているんですけれども、 G014 と同等の滑らかさを持っているということをご紹介しております。続きまして HDR 補正機能なんですけれども、こちら G014 はソニーの IMX の462センサーを使っています。対して A001 は IMX の307センサーということで、まあ、ドライブレコーダーとしてはもうお墨付きのセンサーを使っているわけなんですけれども、まあ、両者ともに HDR 補正はまあ、同等のレベルになっているのではないかなと思います。視野角と後続車両の距離感ご紹介をしていきたいと思います。主に先ほどご紹介しましたズーム機能の話になってくるんですけれども、まずこちらの方の設定から入っていきたいと思うんですが、これが今デフォルトの状態ということでのリアの広角映像となっております。それに対してこの A001 なんですけれども、この状態でデフォルトの状態となっております。比較をしていきますと、こちらの
MDR の G014B の方が A001 よりもより広角になっているということになっております。でさらにこちらの方はズームということで ×5 の状態にしますとこの状態に持っていくことができるんですけれども、まあ、これによってさっきよりは距離感というのが縮めるということができるようになります。でこの状態で A001 とだいたい同じぐらいの距離感になるということになります。ちなみにこちらの A001 はどのぐらいまで埋めることができるのかということなんですけれども、この 1.6× というところを押します。そうしますとこれだけ距離感を埋めることができるということなんですけれども、後続車両との距離感をできるだけ埋めたいということなのであれば、やはり A001 の方がより一層距離感を埋め合わせるということができますので、その自由度の幅というのはかなり広くなります。ただ距離感を詰めてしまうと今度より強角になってしまうということがありますので、後方の視野角を広くしたいということなのであれば G014 になりますし、距離感を埋めたいということなのであれば MDR の A001 になってくるかなと思います。次に夜間の市街地での明るさということで、今ショッピングモールの駐車場ということで明るいところと暗いところと明暗差がある場所に来ているんですけれども、パッとこう比べて見ていただきますと、やはり A001B の方が全体的に明るい印象があるかなと思います。ただこの G014B もかなり検討しているなということをすごく感じておりまして、より一層ズームしてみようと思うんですけれども、このモニター自体やはり輝度が上がっていて、輝度が上がっているモニターになりますと、こう細かくズームして見ていただくと若干こうノイズっぽい、こうザラついてるような感じになると思うんですけど、こういったものが見えてくるようになります。なので映像よりもむしろこのモニターの輝度値が上がっていて、まあ、少し露出が効いてるような状況になっているということで、夜でも思った以上に明るくなっているということが言えるんじゃないかなと思います。また A001 はやはりモニターの輝度が明るいだけではなくて、映像自体も非常に明るくなっているということから、高感度ノイズがほとんどまだ乗っていないような状況になっておりまして、夜間でも視認性というのは非常に高くなっているということになっております。なのでやはり A001 には負けてしまうんですけれども、ですがこれ 60fps なおかつ IMX462 というイメージセンサーを使っていて、フレームレートが 60fps ということで明るさには非常に不利な状況下ではあるんですけれども、一般的なスマートミラーと比べると非常に明るく仕上がっているなということも言えるんではないかなというふうに思います。夜間のヘッドライトの暴言効果ということなんですけれども、後続車両のヘッドライトを見ていただきますと、まあ、両者ともに大きな差というのはないんではないかと思います。今後ろにボルボのトラックが止まりましたけれども、しっかりとヘッドライト暴言能力というのは非常に高くて、乱反射しっかりと抑えられているのがお分かりいただけるんではないかなと思います。また夜間になりますと明暗差ということで、道路上は車が通っていて非常に明るいんですけれども、歩道とかが非常に暗くなっておりまして、明るいところと暗いところというのが極端に分かれております。そういった時に黒つぶれが非常に気になるということで、周りの周囲の状況がしっかりと収録できてないんではないかなっていう心配事っていうのがあったりするわけなんですけれども、G014B は若干歩道等の暗いところにおいては少しこう黒つぶれが気になってくるところっていうのは正直あるかなと思います。まあ、それに対して A001B はしっかりと歩道等の薄暗いところでも周囲の状況というものをしっかりと収録できているということが言えるのではないかなと思います。今度は街灯がほとんどない暗い場所での比較になるんですけれども、 G014 に変化が出ておりまして、通常高感度ノイズが乗るっていうのは結構一般的だったりするんですけれども、さらにこちらはライン上のノイズが入るようになってきているというところがまず挙げられます。
まあ、それに対して A001 は高感度ノイズが乗っていて、まあ、ライン上のノイズも若干ですけれども均一にこう乗っているといった状況となっています。ただ映像自体はやっぱり IMX307 の方が夜間の暗視性能というのはやっぱり高くなっているということはもうこの差から見ても違いがはっきりと出ているところがあるかなと思います。またフレームレートの違いというのも非常に大きく出ているということがお伝えできるのではないかなと思います。はい、ってことで今回なんですけれども、MAX インより新しくリリースされております MDR の G014、 こちらのご紹介をしてまいりました。最後に私の総評ということなんですけれども、今回は私は A001 と比較をしてまいりまして、イメージセンサー自体は IMX の 307 G014 は IMX462 ということで、A002 と同じイメージセンサーを搭載しているものとなっております。ラブンブログの方では MDR-A002 と比較をしているレビューということで掲載されているので、興味があればそちらの方もご覧になっていただければと思うんですけれども、
A001 と比較をしても、やはり IMX307 センサーを使っている A001 は昼間も非常にくっきりと高画質で高精細非常に明るくて、夜間も暗視性能として高いモデルということで、 IMX307 センサーを使っていて非常に優れたチューニングがなされているモデルであるなということを改めて認識したということなんですけれども、このゴムバンドタイプの 60fps モデルというのは他にも選択肢というのがありません。また、ヒロアは意外と、この A001 も、市販のデジタルミラードライブレコーダーの中では、もう、1位、2位を争うぐらい、非常に高輝度で、高画質で、高精細なミラーとなっておりますので、まあ、それと比較をしても、昼間は高画質であるということで、60fps モデルを検討されている方にとっては、悪くない選択肢かも知らないということで、皆様にお伝えできるかなと思います。こちらの製品の詳細は概要欄の方に貼ってございますので、ぜひ興味のある方はそちらの方もご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。この動画が面白かったら、グッドボタンを押してください。チャンネル登録もお待ちしています。